はい、おはようございます。今日なんですけども、出張でね、地方に行くので、まあその道中、どんな食事を食べてるのかっていう、まあ感じで撮っていきたいかなと思います。前回の動画でセリンがね、なんか一人で出かけていったので、なんかビデオ撮ってたのでね、まあ今回は私がまあ一人で地方に行った時に、まあ食べてるね、食事紹介していきたいと思います。ちなみに今朝の5時半ですね。ではレッツゴー。買いました。結構ね、ガソリンスタンドのコーヒー意外にうまいんですよね。まあ高速のところなんでね、あんまりコーヒー売ってるところがなくて、まああってもマスターバックスがあるぐらいなんですけど、それもねそんなに頻繁にあるわけじゃないので、まあ、一番このガソリンスタンドであるコーヒーですね、これが一番美味しいです。では続けて走行中ですね。ではまた。はい、結構ね霧が出てきて、まあここはね霧が多いんで、まあ気をつけないといけないですね。追突事故とかがあるので。はい、かなりね霧が出てきたので、ハザード焚きながら走行してます。実際にはねもうちょっと霧ありますね。はい、サービスエリアに来たので、朝食取りたいと思います。はい、ここでね朝食を取りたいと思います。なんかこれが美味しそうなんでね、これ食べようかなと思います。このねカフバルトっていうのは朝食っていう意味なんですけど、まあ、まだ朝なのでね、朝っていうと9時半ですけども、これ食べてねエネルギー吸収したいと思います。朝食と一緒に食べるパンですね。トルコは無料なんでね。結構ありますね。これがオリーブですね。はい、朝食食べてね、トルコティー飲んでまた出発したいと思います。今ね、ガソリン入れてるところで、まあ、道中ねこのメントスっていうのを食べながら行っています。ガソリン入れ終わりましたかね。あ、終わったみたいですね。では出発したいと思います。
山の中をね今走っています。ガソリンスタンドもないようなところですね。これねすごいところに来ましたよ。山道の中を通り抜けたら近いっていうことなんで、ね、ここから来たんですけど、まだ道路がちゃんと舗装されてないですね。うわー、あの向こうの頂上の方とかすごいな。ところにね線路が走ってますよ。すごい。はい、今ね到着したんですけども、警備員がいないのでね、扉が開かないんですよね。ちょっと困ってます。ワンコが寝てます。猫。はい、なんとかね配達終わったので、昼食取りたいと思います。メニューなんですけども、まず前菜のねサラダ出てきて、あとヨーグルト、あとはパンですね。レンズ豆のスープです。熱い。こういうレストランに、来ましたね。これが羊の肉で、これがトルコ風ハンバーグですね。まあ、あったかいうちに食べましょう。はい、ご飯食べたのでまた480キロですね、走行しながら家帰ってきたと思います。ではレッツラーゴー。疲れたな。見てください、日差しがねかなり強いので、今からこの窓側のところにね、あの紙を貼って張り紙、まあカーテンみたいな感じで、日差しがね来ないようにしたいと思います。いやー、しかしね今、3時半なんですけど、こっからねまた時間がかかるかなと思います。だいたい7時間ぐらいかな。このパンの看板めちゃくちゃでかいですね。パンの形をした看板ですね。はい、ね、さっきねコーヒー買いに行ったんですけど、あの朝もね飲んでたコーヒーなんですけど、買おうとしたらね、まあ、紙コップ渡されるんですけど、その紙コップの中に手を突っ込んで、こう指を突っ込んでこう渡されるんですよね。いやいや、それちょっと汚いなと思って、でプラスね蓋がないっていう風に言うのでね、やっぱり買うのをやめました。だから違うところでねコーヒー買おうかなと思ってます。
ぱ運転してるとねお腹すきますね。今7時半なんですけど、またこれからね頑張っていきたいと思います。最後のねコーヒー飲んで頑張って戻りたいと思います。やっとコーヒー入手しました。はい、ようやくねイスタンブール戻ってきましたね。この橋が見えるとねイスタンブール戻ってきたっていう感じで、今夜の11時なんですけれども、明日ねまた県外に出発するので、その映像もね撮っていきたいかなと思います。それでは皆さんおやすみなさい。また明日。はい、おはようございます。今ね4時半ですけども、今日2日目ですね。また早朝から仕事に行かないといけないので、道中の食事取っていきたいと思います。朝遅れたのでね今急いでいます。ではまた取ってきます。はい、休憩所見えたのでここで休憩したいと思います。それではここで昼寝したいと思います。はい、おはようございます。それではね今日も頑張って出発して向かいたいと思います。全然なくならないですね。前がねあまり見えないので、もう一回ここで休憩入りたいと思います。じゃあここでねご飯食べていきます。では行ってみましょう。来ました、朝食メニューです。はい、皆さんこれ見てください。肉とねソーセージとあの卵をね置いたものなんですけど、そうですね、こんな感じでこう押しながら、ね、はい、これ見てください、こういった感じでね、オリーブで種はこうやって出してね、買いまくっていうこれこうなって、ね、これ蜂蜜塗りますね、こうやってこんな感じ。はい、ご飯食べたのでね今からまた出発していきたいと思います。ただやっぱ霧がねすごいですね。はい、
はい、終わったので食事食べに来たんですけど、ここですね。ここがめっちゃうまいところなんで、ここ行ってみたいと思います。はい、今ね、こういう、レストランに来たんですけど、ここはね、前友達に連れてきてもらって美味しかったんで、食べたいと思います。サラダですね。でこんな感じでね、いろいろ出てくるんですよ。これはヨーグルトの和え物ですかね。はい、まあ、今料理作っているのでね、ちょっとそれ待ってるところです。はい、来ましたよ。ナスとひき肉のね、あれなんですけれども、ちょっとね、一人で取りながらやるのは難しいんですけれども、ちょっと一回開けますね。これをこのね、パンに挟んで食べるんですけど、もうね、ちょっと今一人で取るの難しいので、食べます、私。はい、すいません、あのね、お腹めっちゃ空いてたので、もう急いで食べたので、ね、テーブルこういう風にない状態です。すいません、急いで食べたんでね。じゃあこの後また500キロ走って、イスタンブールに戻りたいと思います。では。